天宗二将法2年2月7日は、江戸時代前期の女性、臨済宗の二相豊臣秀頼の娘で、千姫の幼女。鎌倉二五三、第二位、統計時の二十世十字。天宗は、法号で、法意味名は宝、法体。陰号は授かっていない。母の名も、出家前の俗名も不明である。記録に初めて現れたのは、 大阪城落城直後でありそれ以前にはない。同時代の日記、寸譜記に、大阪落城の7日後の玄奈元長年5月12日以上に、京秀よりご即女、十京国若さ守広手穂の中心、秀より元子、財のゆないない文章、旧家広手のゆゆ書諸非職云々とあるのが書室である。なお、大徳院伝語、三木巻37、元奈元年5月12日以上には、 これは、秀頼の目かけ、成田氏の腹に儲けしをとあるが、大徳院伝語美きは19世紀前半に、編纂されたものであり、同時代の資料には見られない。また、大徳院伝語美きは、京極若さ守モルは、秀頼即女8歳なるを捉えて、ケ図と8歳と記しているが、同時代資料では、寸譜記の、他大阪楽場の十日後の細川忠興書状、などでも7つとなっており、 慶長14年の生まれとみられる。どう母か異母かは不明ながら、天宗二の年後の兄、国松は、直後の5月21日に捕らえられ、23日に六条、河原ので切られたことが、寸記大徳院殿を三木にある。しかし、天宗二の方は、千姫の幼女として、寺に入れることを条件に除名された。大徳院殿後、三木前述の5月12日上には、 北方やしないたまいしなりと、大阪城内にいた頃から、千姫の幼女であったとも読める記述があるが、当刑事の遺書書には、大阪一覧の後、天寿院様ご幼女に、ひためなり、玄羅元年権元様異常位あたり、山江入り定市十九世経山おしょうご不定に、ひためなりと記されている。大阪人山口九安凸などにも、国松は七歳まで乳母に育てられ、 八歳の時、祖母、淀殿の妹の京国公自在、常田会員が和議の交渉で大阪城に入る時、長持ちに入れて城内に運び込んだとあるため、天州にもそれまでは竹で育てられ、国松と同時期に大阪城に入り、落城後に千姫の幼女となったとみられる。二十世、天州に木造。関東大震災で、東部以外は激しく損傷し、 修復不能だったが、震災から70年後に、以前の写真が見つかり、現在の状態に修復した。左が礼拝。同時代資料としては、現那2年10月18日に、イギリス召官長、リチャード・コックスが、松川丘を提発した女性の天寺として紹介し、秀頼様の幼い娘がこの創院で二となって、わずかにその生命を保っていると書いている。出家の時期は、 先の統計時の由来書に、定氏未氏、継山二の弟子となる。字に八歳とあり、また、礼拝の裏に、正治倉い左大臣、豊臣秀頼高速女医当将大宮君、指名入り当山低染官字八歳、商法二年期のととり二月七日時弱とある。したがって、出家は、大阪楽城の翌年の元那二年、統計寺入寺と、ほぼ同時期となる。出家後の名は、 天宗法大統計寺は、北条時宗夫人、格三二の解散と伝わり、南北朝時代に、五代醐天皇の王女、陽道二が十字となり、室町時代には、鎌倉二五三、第二位とされた。代々関東九房、小学九房、小弓九房の娘が十字となっている。天寺でこの格式ということから、天宗二の入寺する先として、統計寺が選ばれたとされる。 私、慶山二の妹、月経院は、秀吉の側室で、秀吉の死後江戸に移り、家康の娘振姫に仕えていた。統計寺住職だった井上善城は、天宗二の統計寺入寺は、おそらく月経院あたりの入り樹へと推察されるとする。三千天宗には、統計寺入山から長鶴るまでは十九世慶山二の教えを受けていただろうが、当米によれば、 炎学寺童倍院の古墓修身に参戦したとある。古墓修身は中国臨済州容疑派の厳重中峰禅寺に始まる厳重派である。また拓安双方に参戦しようとしていたことが拓安の書状により明らかになっている。書状には8月29日と日付はあるが年は書かれていない。拓安は 寛永16年より江戸に戻り、徳川家光によって創建された一万松山、東海寺の十字となっている。統計寺の住職だった井上禅城は、天宗二が参禅していた古母修心が、寛永18年2月1日に自弱しているので、宅安に参禅しようとしたのはその後ではないかとする。ごん様を声かかりの縁切寺法東慶寺は、縁切寺法を持つ、 縁切寺として有名であるが、江戸時代に幕府から縁切寺法を認められていたのはここ東慶寺と上野国の満徳寺だけであり、両方とも千姫所縁である。寺の伝承では、天衆に入寺の際、家康に文で何か願いはあるかと問われて、解散よりのお寺法を断絶しないようにしていただければと答え、それで同時の寺法は、権現様を声かかりとなったとある。 ファンで言えば6から7歳の子供と家康のやりとりが本当にあったのかは確認できないが、江戸時代を通じて自社奉行に提出する寺令書や訴訟文書ではこの権限様を声かかりの経緯を述べて寺法用語の最大の武器としたこと、実際に統計時の寺法に幕府の後ろ盾があったことは確かである。縁切り寺法と一般には言われるが、夫婦の離婚にだけ関わるものではなく、 中世以来のアジールの性格を持つ。天衆にの千姫を通じた、徳川幕府との結びつきの強さを物語る事件に、合図騒動とも言われる、加藤秋成の海域事件がある。事件の記述は、太友院伝後、三木巻53、寛永20年5月2日上にあるが、太友院伝後三木には海域の事実を記した後で、世に伝うるところは時計を記している。 したがってその経緯は幕府の記録に基づくものではない。また、その世に伝うるところの内容は作者不明の古今武家清水器の記述に告示している。しかしながらその両方ともに統計時も天衆にも出てこない。天衆にと事件の関係を記した資料は、昭徳六年に刊行された武将官上記という逸話集と文化五年に水戸藩の史官で編纂された。 松岡統計事項である。武将勘定期牧の十の加藤様之助信領のこと、双賀門戸が、野心にいて秋なりの所領を召し上げられることにこうある。その身は高野に入り、祭祀は鎌倉のビッグニ書に使わしぬ。鎌倉に逃れたる門戸が祭祀を、明星人を使わして、これを縛りて、引き寄せんとす。ビッグニの十字大いに起こりて、 よりともより以来この寺に来る者いかなる罪人を出す、ことなし。しかるを理不尽の俗武道至極せり。秋なりを滅却さすか、この寺を大天せしむるか二つに一つぞと、この儀を天樹院伝に訴えへて、ことの勢いとく別からざるに至る。これにおて秋なり迫って、領地合図四十四万国差し上げ、異色の量一万国を賜りて、岩見の山田にちっきょせられる。 天寿院伝が出てくるので、ビクニ書とは、統計寺のこと。ビクニの十字とは、天宗二のこと。天寿院ではないので、千姫没後に書かれたものとわかる。もう一つの、松岡統計事項には、十字大いに怒りこらんよりこの寺に来るものいかなる、罪人も出すことなし。しかるを理不尽の俗武道至極せり。秋なりを滅却せしむるか、この寺を退転せしむるか。 二つに一つぞとあり、よりともより以来は、古来に修正されているが、それ以外は、上記武将勘定期下線部分と全く同じである。武将勘定期は、成田自在門防災とちぎることなどと、うげつ物語まがいの話まで載せている、逸話集であり、そのまま事実とみなすわけにはいかないが、当時、将軍化所園の鎌倉の天寺が、加藤明成の引き渡し要求に応じなかったことが、 広く知られていたということはわかる。ホリモンドの妻は確かに統計時の天衆にに命を助けられていたことが近年判明した。その妻の墓が合図にあり、かつその妻が事件後に身を寄せていた実家の古文書の抜群に敬意が書かれていた。片付けなくも、買い出しとなされ、甘津さえ、方向印鑑誉まれ樹林にと法名を賜り、命を与え賜うこと強くひんなり。 されば、秋成殿もご意向を置きかたく許して、先祖、黒川喜三郎邸独に、婦女すべしと賜りたるより、つまり秋成が折れて、ホリモンドの妻は、合図加藤家会駅より前に、合図の実家へ帰ったと。それも、秋成殿から、賜りたると。つまり、ホリモンド妻の身柄は、秋成のもとにあったということになる。これが事実とすれば、 武将勘定期に記された結末は短絡しすぎで、不正確であり、ことの勢い特別からざるに至るではなく、解けたことになる。両方をつなげて整合性を取るなら、合図藩の武士が、統計寺から、ホリモンドの妻たちを、寺川の静止を振り切って、強引に連れ去ったが、天州にの猛烈な抗議に折れて、いかばつ分の通りとなる。両方とも後世の文書であるので正確性には、欠けるが、 いずれにせよホリモンドの妻は、統計時に駆け込んでおり、かつ、天衆二が義母千姫を通じて幕府に訴えて、その除名を実現したことだけはわかる。天衆二の墓。左は、大月院の法教院等。天衆二は、礼拝及び自伝により、昇法2年2月7日、会津加藤家会駅の2年後、37歳で死去した。長命であった千姫は、 娘の十三回忌に、統計時に香伝を送っている。天宗二の墓は、寺の歴代十字母島の中で一番大きな無宝塔である。墓碑名は、東山大二十世、天宗法大大和尚。川に、大月陰殿名玉、宗刊大師と刻まれた、宝鏡陰刀があり、天宗和尚五曲、昇法二年九月二十三日と、国名がある。 天衆二の死去の約半年後である。この墓は天衆和尚五曲と国名があるので天衆二の世話をしていた人で世話と言っても墓は格式のある宝鏡院等で五曲とあり、改名が院ではなく院伝であることからただの付き人ではなく相当に身分の高い人、かつにではない一般在家の女性であることは確かである。当刑事の住職、 井上正道は、統計時に、かなりの功績のあった人物か、もしくは、天宗二が相当の恩義を感じていた、天宗二に,にとっての功労者。あるいは常に、天宗二のそばにいて、天宗二を教育した人物。天宗二の心の拠りどころであり、天宗二の心の支えであったのではないかと、推測している。ただし、寺にはこの人物についての文献、伝承も一切なく、 ただ墓のみが残っているという、歴代十字母島のエリアに、在家の宝凶院島があることは極めて異例である。父、秀頼母代の雲いた源羅元年5月12日に、捕らえられた、秀頼即女が、統計時に入児したと記されている、大徳院伝五味記は19世紀前半の、編纂であり、同時代の日記である、寸覆記その他にはない。漆器、薪絵の世界では、 高台寺薪絵に次いで、統計寺伝来薪絵が有名であるが、その中に、豊臣霧の門、57の霧の描かれた漆器も残されている。ただ、霧門は、江戸時代の完成重修書家府では473屋が使用しているほど一般的な家門であり、これは天修二のものかもしれないが、そうだとは断定できない。しかし統計寺には、寛永十九年に、父、 秀頼母り大のために、天守和尚が鋳造したとの名文のある雲板が残されており、鎌倉市文化財に指定されている。また、過去町には、玄奈元長年5月23日に、万余因天雲山地清大同時とある。この日は、豊臣秀頼の子、国松が京都六条河原野で処刑された日である。もう一つの豊臣家との関係を示すものは、 同時に千姫との関係を示すものでもある。統計時に伝える胸板に以下の牧書名がある。駿河大名言語天一区の書院は関東大震災で倒壊し、同じ間取りで再建された。一部に旧剤を使用。表面、右の、天寿院は、千姫の生前の号、没後は、天寿院と同じ読みでも字を変えている。表面、左の、法。 聖和直は、統計寺十九世、経山法規義に、秀頼公側助法体が、天宗法体にである。李綿の、大樹は、将軍のことを指し、東大樹とは、当時の将軍、徳川家光のことである。その、乳母かすが局は、この頃多くの公務を取り仕切っていた。統計寺の寺霊所には、駿河大納言様の御殿御寄付。 客殿法上東右御殿をもって古今流遊ばされ、今にありとある。駿河大納言とは、家光や千姫と同様に、ヨド殿の妹、高志玄姫を母に持つ徳川忠長であり、寛永十年十二月六日に二十八歳で切腹。その屋敷の一部が解体されて、統計時に寄進されたのは、その翌年の寛永十一年である。このような牧書名は、 古建築の屋根の改修工事の時などに見つかる。十字、法、聖はなお、弟子、法体造数とあるので、当時二十代半ばであった、天宗にはまだ二十世十字にはなっていなかったことになる。造スは、全州寺院の十字を支える役職の一つである。自伝や変産物の歴史書以外に千姫との関係を示すものに、書状等が十数通あり。 鎌倉市編参時の昭和29年に高柳工重により整備解読された。その中には千姫に美和、竹の子、花などを贈ったことへの千姫自助筆の礼状などもある。ありがとうございます。